ゃあ本日は新生活に向けたフリースピリッツのおすすめバッグをご紹介していただきます。お願いします。はい、本日は2つ2019年の、春に向けた生活に、素敵なバッグをご紹介したいと思います。はい、1つはこの、ビアベリーさんの、バッグトートなんですけれども、それの、さらにですねちょっと特別バージョンで、唐町さんというもうすぐ400年の歴史がある京都の、唐紙屋さんの、文様、南蛮七宝という文様なんですけども、この南蛮七宝という文様で、この生地は日本の、京都のですね帯メーカーである砺波織物様のが、作られた生地ですので、唐町さんと砺波織物さんとビアベリーさんの、コラボレーションアイテムということで、フリースピリッツ限定の販売をしている、そうなんですね、あのバッグトートをご紹介したいと思います。はい、まあ、あのバッグトート自体 の商品はすごくフリースピリッツで売れている商品なんですけれども、まあ、その、僕も使っているんですけれども、中を説明させていただくと、はい、あのビール瓶が12本入るようにはなっているんですけれども、はい、僕はそのここにMacBook Pro を入れて、ちょうどそれが入る13インチのが入るようにここになってます。 iPad Pro と MP3 のペンケースと、ここにレンマのキーケースとレンマの名刺入れとお財布も入れております。小物入れですね。そうですね、ここに小物が入っていて、この手帳をここにスポット入れてます。で、あのここあまり使わないですけど、貴重品入れるときは、ファスナーがありますので、はい、これをここを持って、ここを閉めて、こうちょっと巻き込む感じで、あ、これがいいですね、アクセントで。あの、あんまりこう作らない形だと思うんですけれども、こういう風に真鍮の削り出しの、ボタンを、で開けるときはこう下に引っ張っていただいて、こう、あ、なるほど、開けていただくと。防犯面もしっかり。で、フリースピリッツ限定で、この上の点ファスナーっていうんですけど、この点ファスナーもあのつけてもらってます。あ、なるほどですね。あんまり僕は使わないですけど、ここも一応収納スペースにはなります。で、ここの生地が違うのは、あの汗かいた時とか、あのスレで色落ちがしないようになっております。なるほど。特に色移りしないように。そうです。で、セロとこういう、あ、おしゃれですね。はい、だから、まあ、このぐらい のジャケパンの格好でも、普段にでも使えますので、この新生活に全然いいんじゃないかなと思います。なるほど。で、この唐紙の、唐町さんなんですけど、まあ、400年ほど前から創業した日本の文様を、受け継ぐ、まあ、伝統ある会社なんですけれども、これが南蛮七宝って言って、この柄はこの柄と柄の間が途切れてないんですね。だから永遠に幸せとか繁栄とかが続くという日本の文様の中でも縁起文様と呼ばれる、まあ代表的な、唐町さんの中でも代表的な文様になってます。ですので本当にあの春の縁起のいいもの、まあ、ずっと使ってもらって、その人の健康とか、プライベートとかお仕事の、まあ、繁栄での目立った、アイテムになりますので、ぜひあのプレゼントでも自分で買うのもありなんじゃないかなというふうに思ってます。あ、なるほど。はい、でもちろんいつも通りビアベリーさんの、あ、おじさん、おじさんはここにしっかり、はい、はい、まあ、あんまりあの見えないようになってますけど、しっかりいらっしゃいますので、はい、でもこれ毛干しになってるので、これを取って、はい、背負わない人は普通にトートバッグとしても使えます。あ、なるほど。他にも新生活におすすめのバッグありますでしょうか。はい、じゃあもう一つだけ、ご紹介したいと思います。はい、チマブエというメイドインジャパンのカバンとか
くいいものを、まあ、お安く、しているカバンメーカーさんです。これで3240円、総側なんですけど、それぐらいでメイドインジャパンでやってます。安い、はい。で、まあこれ革は姫で作ってるんですけども、あの汚れとかあの水気とかにも強いようになってます。薄いですね、結構。そうですね、やっぱりこの頃あんまり書類をいっぱい持つっていうのは少なくなってきてるので、まあ、このぐらい自転車乗ってもいいし、まあ、通勤でもあんまり他の人に邪魔にならない。あ、なるほど。中を見ていただくと、はい、下まで開いてここにマチがあるので、まあ、結構入ります。ここにマチがあります。で、ポケットが3つあるんですね。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、と。ちょっとビジネスっぽいところに行かないといけないときは、まあ、こっちを、使って入れてます。なるほど。名刺入れとか、すぐ取り出せるような、うん、こういう風に入れてます。で、横持ちだけのときはこれをここ取り外しがすぐにできまして、この中に、なるほど、しまい込めるんですね。入れてもらったら、あ、このビジネスバッグみたいな。そうですね、まあ、あのお友達ってあんまりカバン買わないですけど、まあ、カジュアル、ちょっとカジュアルよりビジネスでも使えるけどっていうやつと、あとまあちょっとビジネスメインのやつっていう、そうですね、で今のライフスタイル的にはちょっと狭めっていう2つがあれば、あの新生活乗り切れるんじゃないかなと。で、気分よく、あの新しいいろんな動きとか気持ちになって、前に進んでいけるんじゃないかなと思いますので、2つ紹介させてもらいました。ありがとうございます。はい。